大で60周。いいですか。それではスタートシグナルに注目してください。スタート10秒前。ブルーですけど、あと、できたもんブルーでしょ。
現在トップクレルトン、今どこだ？左だ。斜めから、計測で今クレルトンが計測、ゼロ音差が計測、雲差は 1.8 秒。さあ、2番手、3番手の間、12秒が2分で1周、トップはドワッと。ゼロ音差もやばいが聞こえましたが、まだ頑張ってます。残り20周、残り計測3分の1となっています。スラッシュゲームとゼロと38周しかし、レースはですね、クリルトンが気がつけばベロンコまで周回していってますね。トップクリルトン、2番手がベロンコ。ベロンコと3番手ヒラケンもこれが1周がいってます。さあ、今熱いのは3、4、5番手争いかな。3、4、5番手争いが、5番手、あれ気がつけばレシーオン最下位になってるし。ああベロンコが暴れ出したぞ。ベロンコが暴れ出したらヒラケンにもチャンスがあるか。2番手に上がるチャンスがあるか。さあクリルトン順当に逃げてます。現在49周目。さあデシリオンブルーですね。そしてさあここで残りが10周だ。ドレベルグとクロスタッペンは同時ですね。ドイツただクロスタッペンはだいぶ大きいって感じです。さあこの差が1秒。今は4番手の数が一番大きいのか。この差が1秒。さあヒラケンとドレベルグも一緒になります、ね、さあクレルトンが今54周目。2番手ベロンが52周目ともう完全に2周の差がついています。ということで、注目の4番手争いですね。ドリベルグとクロスタッペンさん、こちらの差がまだありますね。トップペース上がったから、これ1.5秒差。さあ、残り4周、トップは残り4周。ヒラケンが巻きやすい。残り3周でクロスタッペンはドリベルグに追いつけるのか。もうダメ。ヒラケンとベロンコが3秒差。さあ残り2周の間に追いつけるのか。さあファイナルアップだ。さあベロンコヒラケン残りの1周。さあベロンコこれは逃げるか。さあヒラケンが逃げるか。さあヒラケンが逃げるか。さあヒラケンが逃げるか。レース終了です。さあ第2レースの優勝はクリルトン。2番手最後に負けました。